おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。今回はまさにドラゴン、空飛ぶ爬虫類の化石発見です。記事は CNN から。まさにドラゴン、空飛ぶ爬虫類の化石発見。オーストラリア最大、1億500万年前のオーストラリアに生息していた空飛ぶ爬虫類、翼竜の新種の化石が見つかった。両翼を広げると7メートル近くあり、オーストラリアの翼竜の中では最も大きい。クイーンズランド大学の研究チームが9日の古脊椎動物学会誌に発表した。この翼竜はかつてクイーンズランド州の内陸部にあった巨大な内海、エロマンガ内海の上空を飛行していたと思われる。槍のように鋭い歯が並ぶ大きな口は、海から魚を取って食べるには最適だった。クイーンズランド大学の学生ティム・リチャーズ氏らの研究チームは、同州北西部リッチモンドの北西にある採石場で2011年に発見された翼竜の顎の化石を調査した。この翼竜は、恐竜の子供を餌にする恐ろしい野獣だった可能性が大きいとリチャーズ氏は解説する。これは、本物のドラゴンに最も近い、頭蓋骨に長い首がついて、2枚の長い翼を生やした姿だった。かなり獰猛だったはずだ。ブルブル震える小さな恐竜の上に巨大な影を落とし、小さな恐竜がその音を聞いた時にはもう手遅れだった。新種の翼竜はタブンガガ処理と命名された。タブンガガはリッチモンド地域の先住民の言葉で槍と口の意味。種名の処理は化石を発見した連勝士の名にちなむ。頭蓋骨の大きさは1メートル以上あったと思われ、40本の歯が並んでいた。タブンガガはかつて全大陸に生息していたアンハングエラと呼ばれる翼竜の仲間。骨は大部分が空洞で、空を飛ぶには適していたが、化石は残りにくかった。化石が存在していたこと自体、驚きだった。世界の基準に照らすと、オーストラリアは翼竜の記録が乏しい。しかし、タブンガガの発見は、オーストラリアの翼竜の多様性について理解する上で大きな役に立つとリチャーズ氏は話している。続いて、ネットの声のご紹介。これほど巨大だと地面に降りた後、どうやって飛び立ったのだろう。サイズ的に半分以下のコンドルも飛び立てないので、一度崖に登り、そこから滑空しているのに。生態には謎が多い。すいません、エロマンガ内海しか頭に入りません。もうこれで頭がいっぱいです。こんな煩悩だらけの私をお許しください。他の多くの方もエロマンガ内海の地名を脳内変換してしまい、記事がよく頭に入らなかったようです。日本人は煩悩にまみれすぎです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。雑多な動画を配信していますが、もしよければチャンネル登録してやってください。